イスズスーパークルーザー HDPLV719RIK コーチ関東自動車イスズスーパークルーザーは1986から1996年にイスズ自動車が製造販売していた大型観光バス。ボデーは当時 IK コーチが標準で仮装、他に富士中工業製と西日本車体工業製があったが、本校では 標準ボディである Y k 高知性を主軸に述べる。なお、ここでは、スーパークルーザー以前の1950から1980年代前半、モデルについても記述する。PC151P1962 年式自家用、BA341P 年式、不明伊豆下田昭和乗り合い自動車 BX95 等の長尺車種をベースにスペシャルボディを仮装した。 観光バスが1 9五十年代に流行する以降、観光車にはエアサスが普及し始める。なお、この頃からすでに左ラジエーター、右排気管配置であり、この椅子図を型りやエンジンバスの特徴は、排出ガス識別記号キロリットル台まで一貫して続く。七十三 s c 東海自動車 b u 二十2 0千九百七十四年、川崎重工業から自動車事業部が分社化され、 川中車体工業株式会社が発足、以降椅子図製車種向け以外の仮装を行わなくなる。また、このモデルは、韓国のセ版ン自動車でもライセンス生産されていた。ハイデッカー 2K CSA650 南部バス、なお、73SC ボディの CPA、区下が、ハイデッカーシリーズと共に併売されていた。こちらも1983年にフロントパネルを変更した。 輸出先での使用例として、タイの例がある。同国では、国内メーカー製の路線バスボディを仮装し、万国大量輸送公社により、万国都市圏の路線バスとして、現在も使用されている。ハイデッカー59メートル PLV217H 時は観光なお、ハイデッカーシリーズが、スケルトンボディ化された後も、標準床仕様は 73SC ボディで併売され、 1987年まで生産された。フマイナス15型 HD1 ボディの LV219SLV719R の例、フロントオーバーハングの給油口とホイールのボルト数に、注目 PLV719KULV771KKCLV781K。ありがとうございます。